今回紹介するのは、去年の冬、君と別れという本です。ライターの、僕は、ある猟奇殺人事件の被告に面会に行く。彼は、二人の女性を殺した罪で死刑判決を受けていた。だが、動機は不可解。事件の関係者も全員どこか歪んでいる。この異様さは何なのかそれは本当に殺人だったのか 僕が真相にたどり着けないのは必然だったなぜならこの事件は実は話題騒然のベストセラーついに文庫化自分の文体で読み始めてすぐ引き込まれる物語を一気読みできる分量で書くこれが去年の冬君と別れで掲げた中村文則さんの目標だった今回文庫版で初めて読ませていただいたが まさしくその目標をクリアした作品だったように私は思う。確かにこれは一気に読むにふさわしい作品だそのための分量だそしてミステリーとしての仕掛けが見事最後の一文でなるほどとなったここからは多少ネタバレになるかもしれないのでまだ読んでない方は読まない方が良いでしょう文庫版のとがきも私のように なるほど。と理解できない人のために詳しく解説してあるので後書きは本編を読んだ後に読んでください。最初の拳字中村文則さんの小説にしては珍しいなという違和感があった。なんで検事なんんんでてて入れているんだとその違和感こそ重要だった。そして最後まで読むとそれでかと驚き。 よくこの仕掛けを考えたものだと感心した本編の作りにもいろいろ疑問を抱かせられながらそのため先が気になりずんずん引き込まれる要素が満載であるなぜ資料なるものが章の間に挿入されるのかなぜ11の章だけ11と記されるのか拘置所に送られてくる手紙ははじめはインタビュアーが送っているのだろうと思っていたら 別の人物から送られていることが途中で判明する。いったい誰が手紙を送っているのか。そして、突然現れる。謎のの人物の白この小説の中ではさまざまな仕掛けが用意されていて、その謎の答えを求め、私は息もつかずに読み続けた。そして、この事件に秘められた謎が解き明かされ、 最後の最後でさらなる仕掛けに驚く。まさしく、これはよく練られた。中村文則さんらしいミステリーであった。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。